座ってるでしょ。前になんか葉っぱがあるね、いっぱい。そう、これはジャガイモの葉っぱです。この葉っぱの下にジャガイモが埋めているそうです。ジャガイモだよ。みんなの食べてる食べ物は黄色いグループと赤いグループと緑色のグループに分けられます。これどういうふうに分けられているかというと、このね、黄色のグループ、この黄色のグループの食べ物を食べるとみんなすっごい力が出てくるの。元気いっぱい保育園でお友達と遊べるパワーが出てきます。それどんなものかっていうと、これ、わかる？そう、そう、ご飯。ご飯をね、しっかり食べるとみんな保育園来た時にお外とかお部屋とかでお友達とたくさん遊べます。他にも、この前たくさん掘ったこれなんだ？そう、じゃがいもね。じゃがいもいっぱい掘ったよね、この前ね。じゃがいももみんなの力、パワーになる食べ物です。赤のグループの食べ物を食べるとみんなの歯とか骨とか筋肉とか血とかを作ってくれるのが赤い食べ物です。さて、赤い食べ物にはどんなものが、じゃーん、そう、お魚とか、これなんだ、うん、そう、そう、鶏、うん、お肉、お肉、そう、正解。お肉、お肉もみんなの歯とか骨とか血とかになってくれます。どうぞ。元気になる、正解。はい、おお、すごい、みんな。じゃあ、つく、お、おお、正解。